ちょっとよくわからないっす。その自分、人間だったんですけど、刺されて死んで気がついたらこんな姿になってて。やっぱ俺、スライムだ。お前、ものすごく稀な生まれ方をしたな。ユニークスキル、捕食者。おお、すごい能力だな、捕食者って。スライムが持ってていいものなのか。隠密って言ってたっけ、あのスキル。けしからんやつだ。後で友達になる必要がありそうだな。まだ誰も知らないフィクションの向かう。一つ、人間を襲わない。二つ、仲間内で争わない。三つ、多種族を見下さない。俺はこっちの世界でもみんなが平和に暮らせる街を作りたいと思っている。何のかんの言って俺は頼まれごとに弱かった。我らに主をお与えください。さすれば我らはリムル様に忠誠を誓いましょう。お前たちのその願い、暴風竜ベルドラ。ノルト宇宙からのメッセージ。4時44分の世界よ。私は信じる。私が望む世界がどこかにあると。聞こえる。何が聞こえるんですか。なんか SF っぽいっていうか。これはあの日見た黄昏時の空は黄金の輝きと漆黒の闇が混ざり行く。それとは違う世界のもう一人の。あの日見た黄昏時の空は。違う世界とかあるわけないでしょ。そんなの 633.0 の住人でも。ノルト、いつもの朝、いつもの音楽、いつもの自分、希望に満ち溢れた私たちの日常は崩壊した。なんだお前は。私たち行きたい。ミュージックカモン。俺はお前らをにする男、辰巳孝太郎さんじゃーい。ぶっ殺すぞ。ファーストライブ。ノルト、僕はずっと待っていたんだ。この森で6年間、君がやってきてくれるのを。
明日のお弁当楽しみにしててね。悲しみも弱さも全て。アリス！テスト中にどんなものを見て何をしたのか今の俺が一切合切忘れてる。中の世界はどんな感じなの？光子の裏、それこそが人間の心なんだそうだ。ブラックトライト、ラースではこう呼ばれている。あの男が何のためにザ・シードなんてものをばらまいたのか。逃げろ！戦うんじゃない、勝つんだ。僕はずっと待っていたんだ、君がやってきてくれるの。キルト！禁忌目録を作った氷協会とやらは何者なんだ。システムから逸脱する AI アリス、君は一体。待ってるわ、いつまでも。